裏風型駆逐艦は、大日本帝国海軍の駆逐艦の艦級、同系艦2隻。明治44年度計画で建造された駆逐艦。白雲型以来の外国に発注された艦であり、イギリスのヤーロー社で建造された。ディーゼルエンジンを搭載予定であったが、第一次世界大戦の勃発で、ドイツ、フル艦社の原則ギアが、入手不能となりタービンのみが搭載された。 航風は建造途中でイタリアに売却された。同じくドイツ製で裏風に装備される予定だったバーマイスター式直立4サイクル単動ディーゼル2機はドイツから中立国を通じて日本に送られてきており給油間剣崎に搭載された。裏風型は高風を売却したために裏風単管となったため独自の駆逐隊を編成するに至らなかった。 大正4年12月1日、同じ横須賀鎮守布石の海風が宅地区間からなる、第1艦隊第1水雷戦隊第16、駆逐隊に編入された。同月13日に 16× は、第2艦隊、第2水雷戦隊に転席するが、大正6年4月1日に裏風は 16× から、離脱したため、同時に2水戦を去っている。以降は、 横須賀鎮守府横須賀防備隊に所属。大正15年12月1日には、第1県外艦隊に編入され、様子広方面の警備に従事した。昭和7年2月2日、第1県外艦隊は、第3艦隊指揮下となる。昭和8年5月20日、第3艦隊第11戦隊に編入。昭和11年6月18日、 裏風は横須賀鎮守不予備官となり、以降助手席までこのまま過ごした。16× の変遷は第16駆逐隊を参照。ありがとうございます。